仕方ただに下手なだけだったのかもしれません。よし、武器庫もね加えておきましょう。敵を応援したくなるな。敵兵がゴミのようだ。よしよしよし、オッケーオッケー。じゃあまあここはもう補強みたいに変な声でさせるように頑張れよ。いやでもだいぶか、あ、2人で歩いとる、2人で歩いとる。あなたどこ行くの、待ってみたいな感じでしょうね。わしの背中をついてこいってね、そんな感じでしょうね。わしの背中についてこい。そうかもしれませんね。でもここまではうまくいってますね、だいぶね。でどうすればいいんだ、あとは。え、すいませんでした。あと何人わかんない。いやちょ待ってね、あ、どうやって見るんだろう。食料生産量増やそう、側室出てこい、わら姫が城内に敵を手引きするパティンクルー、子供増やそう。人口増えてんのかな、これ。人口増えてるような気もしますけど、増えてないような気もする。人口横ばいか。ちょ待てよ、じゃあ半分わらわら。ちょ待てよ、どうすりゃいいんだ。もう一個家増やさないといけないのか。でもそしたらこれが、ちょ待てよ、ちょ待てね。じゃあ麦を作るのがベストなんだよな。麦を大きくしよう。物空いてないとカッカ散歩できない。生産量増やして家作る。了解。じゃあ麦、が夜の生活を麦大量生産しよう。でここはもう楽勝な、余裕なんだよね。麦を作っていきましょう。麦。その人口のとこの絵なんとも言えない顔。麦大量に作りました。で囲っておこう。でよし、あれ麦は OK で、よしいいぞ。麦門開いてる？これ季節あるん？麦門開いてる、大丈夫。季節ね、あるのかな。今のところ、あ、そういう表現は出てきてませんね。でももしかしたら雪のステージとかはある可能性はある、なきにしてもあらず、そんな感じだと思います。で OK、 いいよ、いいね。よしよしよし、一応二重にしとこう。いいねいいねいいね、いい感じいい感じ。で麦畑を大量に増やしました。でこれである程度は戦えるんじゃないかな。で OKOK、 これで麦はできたから、脱穀場を作ろう。脱穀場、もう一個作って。この建物の労働者が足りません。マジか、家がなくなったか。じゃあ家作ろう。よーし、あ、そういうこと。あ、そうか、壁が向こうになる可能性、そういうことか。まあ、雪とかあったらいいですけどね、わかんない、まだわかんない。じゃあちょっと家を作ろう。で今のところこの状況で、新しい家みたい。うん、家じゃないこれ、崇拝堂。家じゃないのこれ、崇拝堂。宗教を多分広めれるんだと思います。何が違うの。いやこれ石じゃなくてね、石の家じゃなくて崇拝堂です、多分宗教だと思います。でパン屋、宗教来たー。崇拝堂か、わら。そうあれ家だった。で宗教あるのか、わら。そうなんですよ、宗教あるんですよ実は。で壊されそう。そう、そういう宗教じゃないと思うんだけど。で5、一応今までのね2倍にしよう。そうですね、今回はね相当大きめに作ってるんで。あー、そういうのあったら嫌だな。どうなんだろう。でこうして
おし、オッケーオッケー、だいぶこれで余裕ができたら。で忠誠心上がるんじゃない。あ、そういうのも上がるのかな。マジっぽくなってきた。え、マジっぽくなってきたね、これ相当マジっぽくなってきた。いい感じいい感じ。キリスト現るとかいや、それそれやばいね。忠誠心逆に減るんじゃない、大丈夫。あ、崇拝堂作ってみます、やってみようか。ゴールドが必要です。マジか、お金が足りないらしい。じゃあ今もう結構余裕あるから石かなんか売ろうか。閣下卿じゃないの。閣下卿じゃないでしょ。 OK で崇拝堂、崇拝堂。じゃあ町のこっち側に作ろう。もう戦いたくないです。占領から1時間23分経過。オッケー。でもこれで多分人口相当増えるからいけるはずよ。で、ご飯は、飯はあるのか、大丈夫か。で、一応また売ろう。いろいろいらんものが出てきたんで売りましょう。オッケー。で、あ、なっとるなっとる、金がなっとる。で、あとなんか売れるもんないかな。食料がもしかしたら足りんくなるかもしれんから、一応食料買っとこう。食料、パンは増え続けてんのかな。これが増えてるならいいんですけどね。需要と供給のバランスがどうなのかがわからん。一応買っとこう。結婚式あげれるね。オッケー、これで大丈夫。よし、オッケーです、オッケーです。これでいいでしょう。また兵力増強させてもいいけどね。あれ、暇しとる人がおらんね。なんでだろう。どうしたどうした。なんか暇しとる人がおらんくなったよ。人口増えた？いや、増えたんじゃない。ちょっと見てみよう。増えた増えた増えたよ、増えた。だいぶ増えた。あと家1個ぐらいかな。チーズとパンである程度まともな食事が可能に。ニートいいね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 。ニートいなくなっちゃいました。あの人たちは鹿に食べられたよ。ちょ、鹿食べちゃんじゃなくて食べられた方。あれ何してんだろう。なんでみんな どこ行っちゃったの。仕事をさせたらいいのかな。みんな教会に行っちゃったの。まあ、それはそれでいいんですけどね。まあ、結局は食料不足が一番怖いんで。うわ、増えまくり増えまくり、やばいやばい、これ食料が山のように増えていってる。ちょ待って、食料が山のように増えていってる。オッケー。でこれだけでかくすれば大丈夫でしょう、食料庫で。あ、来た来た来た、タムロしとるやつが出てきた出てきた、やっと増えてきた。あ、これいけるかもしれん、このままいけるかもしれん。オッケーオッケー、人が入ってきてる入ってきてる。オッケーオッケーオッケー、いいね。今何人。生活習慣病を気にしなければなりませんな。お城になってきたね。もう少しで50だ、もう少しで50。平和ってのもいいね。平和ですよ、もう敵が攻めてこなくなっちゃいましたからね、あまりの強さに。もう唖然としてるんでしょうね。あ、もしかしたらネットがあるならそういうことしてるかもしれませんね。いやでもだいぶいい感じね、これ町だ町、完全に。これどうしよう、あと家もう一個建てたら。はい、ということで初見変わったホーガンズアレイですね、ということで、もごめさんいらっしゃいませ。闇市ないかな。闇あったら嫌ですね。閣下炎上してたら嫌ですね、本当にね。今日の閣下みたいなね、2チャンネルスレみたいなの立ったら面白いですけどね。っていうか敵全然来なくなっちゃったね、あまりの強さにも。トイレに閣下の悪口書かれてるな。いや、そんなの見つけたらもう粛清ですよ、間違いなくね。私が粛清します。で、敵デコは敵突を覚えました。でも本当に来なくなったね、敵から、敵の攻撃が。なんでなんだろう。よし、これでいいでしょう。もう
敵来ないんじゃないですか。もうこのまま平和に暮らしたいよね、普通に。こんなにでっかい城作ったんだし、あと15分でクリアしないで。うん、今回も多分来ないんじゃない。来るかもよ。いや来ない来ない。次の襲撃が怖いね。これ今日の朝やってたところ。そうそうそう。の前の静けさ。今日の最後、あの今日の、ラストに、今日のラスト枠で、次はこういうステージらしいですよみたいな。いや掘りがね、掘れないらしい、ここ、このステージは。ということで502番さんいらっしゃいませ。遠くの村でスネーク兵の一団がこちらへ向かっているのが目撃されました。来た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 よ来たよ来たよ。アホどもが軽食を取られてはいかがですか、閣下。アホどもが来てますよ。そうですね、違う、こっからじゃないとこから攻めてくることはないと思うんですけど。まだ一段か、兵増やす。あれちょっと待って、多分こっからしか来ないと思うんだけどね。一応ここにね、なんかあの道しるべみたいなのが立ってるんで、ここに多分敵現れるんですよね。占領から1時間28分経過。まあ見てみましょう。石切り板ももう一個作るか、お金に余裕があるし。雑貨さん部隊到着わらで石切り部隊、石切りを作って、でこれね働けないんですけど、多分ね、うちスネーク軍が攻撃してきました。マジか、来た。オッケー、見よう。はい、来ましたよ、来ましたよ。一瞬でことをね終わらせてますよ、私が。手荒な出迎え、敵が飛んでくるよ。いつもと変わらんな、わら。安定しすぎやろ、わらわら。もう敵の弓兵はいなくなりました。あとはね、押し切りはありますか。押し切りって何、何のこと。何、ここに何か変なものが出たぞ。ちょっとこいつも攻撃したいね。これなんだろう、バルセ。はい、カカ。でも倒せそうだな。押し切り萌え、我々の勝利です。あ、勝った。押し切り萌えじゃないよ、何のこと言ってんだ。勝ちましたよ。そうか、家を建てようか。しょうがないな、家を建てるとするか。じゃあ、あ、それはありえますけどね。どうなんだろう。いや強いでしょ、もう余裕なんですよ、こんな敵どもね。多分殺さに来てんでしょ。では、家建てる、また食料多いな、わらわら。ねえ、すごいですよ、食料も増えてきましたから、家建てましょう。よいしょ。多分これで終わるんじゃないかな。もう一個建ったら終わるんじゃないかな。そこには配置できませんか、か。はい、建ったよ。ほら、いっぱい来た。人が。これで多分クリアですね。小屋城塞できるで。最初ボリ作戦失敗したくせに、わらわら。せっかく規制を上げる監督を見に来たのに。すいません、私はそろそろ寝ます。あ、わかりました。ありがとうございます、セリザンハズカンね。ねえ。いや、相当団地はもう作られてますけどね。で、これでいけるんじゃないかな。で、あとは、これ余裕だですわ。だいぶ時間かかったけどね。OK、これでいけるはずです。犠牲はジュラシックパークで見れるね、わら。そうですね、ジュラシックパークまたやらないといけないですね。よし、これだけ増えたらいったんじゃない。50見てみよう。あれが第7波だと思えないくらい敵が弱い。最後やばそう。いや、もう50いったらこれクリアなんですよ、ここのステージは。人民の人数がね、50人を超えたらクリアですから、もうすぐクリアですよ、これ。おっしゃ、人が集まってる、来てる来てる、増えた増えた、50いった、多分50いった、おそらく、おそらく50いったんじゃないかな。あ、もう100になった、100になった、人口の上限が50超えましたね、多分これ。いや、もう大丈夫、これ100超えたから大丈夫。で、もうついでに兵士も雇いまくろう。命令をお待ちします、ゴールドが必要です。マジか、お金が必要なの。了解。ご指示は。ここに一人、ここに、ここに。今向かっております。
聞こえてる。おしよしよし。なお、食料は増える一方。食料はもう大量に増えますね、これね。いっぱい作りましたから、畑をね。安定してますよ、相当。もう絶対敵が来ない場所にね、敵、弓兵をね、いっぱいもう配置するという、もうだいぶ大胆な作戦出てます。もう50超えただろ、これ。多分次の敵を倒したら終わるんじゃないかな。50を超えた状態で敵兵を倒したら終わるのかなと私は想像してるんですけどね。どうなんでしょう。50は超えてますよ、余裕で。多分もう一個いるのかな。50超えてる？超えてると思う。今ねこれね、上限値のところが50じゃなくて100になってるんですよ。多分、うん、多分、うん。で、いや、めっちゃ人、ん？ 100 いく？じゃあもう一個立てる？いやでもね、もしかしたらパンが足りなくなるとかいうことが起きたら嫌なんで、このまままずそのままでいきましょう。で、ゴールドが必要です。金がないんだ、そういえば。石を売ろう。シムシティ見たくなってきた。オッケー、金ならあるぞ。金ならあるぞ。よし、じゃあ行きましょう。いい感じね。野党、命令をお待ちします。新兵が足りません、閣下。命令をお待ちします。もうこの量はやばい。この量はやばいだろう。金に物を言わせる、わら。よしよしよし、いい感じいい感じ。ちょ待ってね。じゃあこっちにも配置しとこうか。あれ、もう出なくなっちゃったね。もう出なくなっちゃった。あまりのあまりの量に、あまりの量に出なくなっちゃきちゃった。で、で、じゃあもう一個立てる。手段だな、わら。入った。オッケー、で、守り半端ねえ、わらわら。おし、で、ここ開けて、開ける。あんなに兵士作ったのにまだニートがいる、わらわら。で、オッケー、で、移動。何でしょう。出発。オッケー、これでもう完璧ですよ。もうニートが大量に発生してますよ、また。しょうがないね。命令をお待ちします。武器が必要ですか。マジか。武器が足りんくなったか。準備完了。よし、じゃあこっちに移動しろ。かなりの距離ですね。いや、すごい量、すごい量。これはやばいな。100% 100人は超えてますね、これね。100人は行ってないか。ちょうど1名、約1名、ご乱心の人がいる。こっちからわざわざ行ってるやつがおる。うん、閣下はいつも散歩してます。これだけいたら余裕でしょう、多分。もう100人超えたんじゃ、100人じゃないけど、50人は絶対超えてるはず、これ。オッケーね。食べ物カーニバルできるね、わら。いや、めちゃくちゃ食べ物が集まってきてる。これ6個あるとこんなに余裕なんだ。てかもう溢れちゃう、溢れちゃう、溢れちゃう、溢れちゃうよ。すごいなこれ。食料庫追加追加。どこに作ろう。よし、これやばくないですかこれ。これやばいな。で、
人口が足りてないのかな。もう一個作れ。もう余裕があるから作ろう家を。これで切って拡大しよう。それもありですね。木こり作るか。じゃあここの隙間にも木こり多分配置できるから。おし、仕事につけみんな。オッケー。相当ですねこれ。いやこの城使い続けたいな。最強すぎるなこの城。延長した？延長してない。そうだ延長してない。まだニート。わらわら。どうしよう延長するか。じゃあちょっと待ってね。延長一枠だけ延長しましょう。これは許しません。よし、じゃあこれでいけたんじゃない。30分延長しました。オッケー。ありがとうございます。延長の方ありがとうございます。まあこの枠で終わりです。さすがにね今日は。でさすが金持ち。完結でこれこれ相当だなこれ。完結。あ、ありがとうございます館長のね。カンナムスタイルということでありがとうございます。あ、井戸端会議してますよ。井戸端会議してます。こっちには子供がいっぱいいますね。山のように子供が生まれてます。あ、最初はね多分子供がいる状態はこうなるんだ。で多分子供が大人になったらこの状態になるんじゃないかな。バンダイナムコゲームズスタイル。いやもうバンダイナムコゲームスタイルということで568番さんいらっしゃいません。もう100は100に近いんでもう50は超えてますね。絶対50は超えました。ってことではこつ、はい、ということでフリューさんいらっしゃいません。あれこれどうしようもないねこれもう酪農でも作っとくか。よし、これだけでかくなったら。そうみたいね、そうみたい、そうみたい。あれまだもう50だったはずなんですよね目的は。だったのでもう絶対いけてると思うんだけどな。いや相当でかくなりましたね。100に目指す？命令をお待ちします。武器が必要です、閣下。了解。閣下のために。で、今向かっております。このゲームがこれで季節とか災害取り込んだらマジ面白い。そうね、それはあるかもしれない。スネーク兵の一団がこちらへ向かっているのが目撃されました。了解。我が兵たちを。はい、閣下。こっちに移動。行くぞ。やっと来ましたよ。遅いっすよ。まあどうせ来たところで一瞬で消えますけどね。イベントあるのパンデミックぐらいでしょ。そうそうそう。他にもある。ウサギとかいるけどね。ウサギが大量発生してえらい子になるとかそういうイベントありますけどね。腕の骨をつなぐ関節。オッケーオッケー。何時まで？もう、次でラストワークです。ということで延長の方ありがとう。あ、延長じゃないわ。コミュニティの参加の方ありがとうございます。で、とこを開ける。で、この兵を。ご指示は？ここ、この上。やばい、この上にももう。オッケー、来た。出発。行こう行こう。よし、これで決まるよ。ラストだ。よし。あとね、30分ほど延長しましたが、途中で終わったらね、次の、攻撃目標の場所を確認してね、今日はねこの枠で終了です。見てください、これが我が軍の力です。今ここにね敵兵がいるんですけど、まあ森があるんでね見えないんですけどね。ということでパンダさんもいらっしゃいません。ありがとうございます。もう敵がねもう登場した瞬間に矢で撃たれるっていうね最強ですからねこれ。
これはね、我々の勝利です。一瞬で終わっちゃった。はい、どうですか、100人超えましたよ。多分100人じゃ60人になりましたよ。どうなの、住民は60人になったよ。これで終わるんじゃない、終わるんじゃないの、まだなの。はや、わらわら、ヘッドクリフで見たぞこんなの。終わった、わらわら、本当に恐怖の出待ちって感じですね。あれマジで、なんで、目標ちょっと確認しよう。なんか私のあだ名貧乏で崇拝すべき人っていう名前らしいですよ。あれ終わんないよ、どうして。ちょ、目標は、目標いったんじゃないの。全然違ってたら笑える。マジか、ちょっと待てよ。第8波終了、バグだ、バグ。お、目標人口60になった。祝福だ、祝福。なんと教会を建てないといけないんだ、マジか。祝福が全然足りてない、エンドレスじゃなかった。ちょ、教会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 建てるぞ、皆の衆、教会を建てるぞ。教会だった、教会、マジか、教会、教会。ゴールドが必要です。ゴールドが必要。マジか、お金、お金、お金を作らんといかん。みんな教会へ行こう。教会へ行こう。教会へ宿泊、祝福しに。教、教会、教会。ちょ待てよ。え、どうすりゃいいの？祝福って。え、ちょ待てよ。祝福どうすりゃいいの？問題は敷地からだな、わらわら。あれ、安くなってる。くそ。安くなっとるぞ。余裕なのに余裕じゃなくなった、わらわら。異常とは定石の他にぽい。子供生まれることじゃない。あ、そういうことか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 もしれん。このカーンカーンって音が大事なのかな、もしかして。じゃあ祝福ってなんぞ。祝福はなんだ、子供か、マジか。ちょっと待って、どうすりゃいいの。じゃあ、家の発展か、信者の数、わからない、ちょっとわからない。祝福、枠を取ることは男の、どういうことだろう。ということで、封鎖いらっしゃいませ。枠を取ることは男の枠、命令をお待ちします。あれ、これ祝福って何。ちょっとググろう。何でしょう、わからない。いや、教会増やすなのかな。プレステ4ラボ見てきました。あ、本当ですか。え、確か今日はあれですよね、コールドオブデューティーゴーストですよね。うん、私はね、デッドライトのね、会社が作るプレステ4の向けの作品のライムってやつをね、期待してますからね。まあ、そちらは放送はないのかもしれませんけどね。教会増やして祝福増えたか確認。了解。持ってるおっさんは教えてくれんの。祝福、宗教。やっぱそうだ、聖職者の総数が2人で祝福された人民が 17% 増えてる、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 増えてるよ、増えてる、増えてる、増えてる。でも減ってる、 13% まで落ちた、どういうこと。増えてるけどまだまだやん。そうなのね、どうしよう、どうしよう。やっぱこれ立てるべきなんだね。じゃあゴールドが必要です。ゴールド205、あー、まだ足りないのか。ゴールドが必要なのか。わらわら、いや、しょうがない。じゃあ割礼のこと、割礼なの。割礼したら、じゃあちょっと、痛い痛い。めっちゃ人増えよるような気もするんだけどな。まずかつかからだな。ちょっと、いや、おなごはかつれできないけど、どうしようこれ。どういうことなんだ。ちょ、もう一回やってみよう。礼拝堂、教会、大聖堂で増えるっぽい。なんか変なこと言ってる。ジェイミー・ラムズボトムとアンナ・ウィンザー、これね、押したらね、ここにね、なんか文字が出るんですよ。誰と誰が結婚したかみたいな。で、それ読んでみますよ。ジェイク・ロイド、イブ・スプリンクル、彼女は5人からプロポーズされたそうだって書いてありますね。もうなんかすごい大人気の人ができてる。
ジョッシュ・エメニー、ディジー・ベゲット。式の後、ただ酒が、あ、式の後、ただ酒が飲めるのかな。あ、こういうこと。もしかしてこれかもしれん。ただ。ちょ待てよ。いや、そう、それか、それとも、または私がこの鐘を鳴らしたら増えるのかもしれない。ただそれだけのことなのかもしれない。ちょっと待って。わからん。ちょっと宗教。あ、22% 増えた。24% 増えてる増えてる。これだ。多分これ。これ多分鳴らしたら。マジで？あの鐘を鳴らすのはあなたじゃなくて、マジで？ちょ待てよ。祝福祝福。売りまくろ売りまくろ。よし高くなっとる。結婚したら無税にすればいい。わら。よしよし。住民騒音問題で訴えてやる。で、アホみたいに歌いよる。アホみたいに立てるよこれ。隣人洋館はよ。よしよしよし。オッケーオッケー、これでいけるはずですよ。で、立てたけどね、これで増えるんでしょうか実際。で、あと仕事に就かせたいんだけどな、いろいろみんなに。最前線の兵士たち、俺たちにも出会いをくれ。隣人こいつらずっとここにいるしね。うん、まあ隣人はもう大丈夫だと思うけどね。で、これでいいんだよね。100人で結婚75って無理だよ、わら。あ、そういうことか。もっと増やさないといけないってこと？大変だそれ。45までいった、45までいった。オナードは幸せ者かな。45かと思ったら15でした。どういうこと？減ってる減ってる。どういうこと、どういうこと、どういうこと、減ってる減ってる。なぜだ。監督、引っ越し、とっとと引っ越し。住民、うっせ、礼拝堂、業界大聖堂、離婚。環境向上する。あ、こういうのがあるんだ。なんだこれ。それを受けた領民の割合に応じてプレイヤーの人望値を上昇させる宗教施設。あ、なるほどね。こういうのもあるみたいよ。なんかいろいろ池も作れるみたい。いろいろ作ってみようか。ここら辺になんか池なんか作っちゃったりしてね。こんなのがあるんだ。そうそうそう、こういうのもあるらしいよ。デートスポットかな。デートスポット作れるらしいよ。いろいろ作ってみよう。もう趣味の域。笑。時間が経つにつれて効果が薄れるので、一定以上の割合を保つためには領民数の拡大に応じてこれら施設の数を増やす必要が。そうなんだ。関係ない。笑。全然関係なくなってきた。作っちゃおうよ。延長しとく。延長しとくかな、どうしようかな。まだわかんない。制度があれば人望にボーナスがつく。あ、そうなんだ。あ、クマがおるけど大丈夫これ。デートスポット。デートスポット今作ってる。ネズミランドの教会作れば。よし、これでどうよ。遊んでるね。いや、これどうすりゃいいんだろう。以上、行き抜粋でした。ありがとう。よし、じゃあいろいろとりあえず作ってみたよ。旗もあるみたい。いいね。はは、違う意味で詰まる、わら。ちょっと待って、これでいいのかな。おし、いいぞいいぞ。閣下が徘徊してるよ。井戸は火事の時使うみたい。火事とか起きたことないけどね。火事もあるんだね。了解。おし、いいぞ。我が軍のね、最強ということを。もっと人増やさないかんのか。そうみたいね。ちょっとね、これじゃまだ足りないみたい。あの旗動くぞ。よし、いい感じいい感じ。もう最強でしょこれ。もう我々が最強だということを表すための旗ですよこれ。で、こんなんでいいの？こんなもんで。一生を塔の上で過ごす。そうそう、その通り、その通りです。で、じゃあもっと作らないといけないよね。オッケー、じゃあ作ろう。火事になるってことは火気が出てくるってことか。
井戸。ん？そうですね。多分牡蠣も出てくるんでしょうね。将来的にはね。で、井戸。なんかね、地下牢とか、なんかね、拷問台とかもある。拷問台。街の整備をしていく過去に類を見ない余裕になった監督。拷問台とかもあるよ。いろいろある。環境向上、環境低下ってあって、環境低下の方には拷問、首吊り台、おぶつため、晒し台、火炎瓶持った風が来るよ。地下牢、拷問台、晒し柱、首切り台、水攻め石とか、いろいろあります。だから恐怖ステージを引くこともできるってことですね、これね。前線に拷問台を。ダメダメダメ。石碑。井戸はないね。井戸はないみたいね。まだ選べないみたい。で、じゃあ、家建てよう。なんか、進化しとる。だいぶ進化しましたよ。時計台は恐怖心でみんなしっかり働くみたい。なるほどね。ダメを最前線に。おし。じゃあ人口増やしたし、これでなんとかなるでしょう。結構増やしましたよ。遠くの村でスネーク兵の一団がこちらへ向かっているのが目撃されました。オッケー、これでいけるだろう。で、忠誠心は下がるみたいだけど。あ、そうなんだ。命令をお待ちします。武器が必要です、閣下。了解、準備完了。で、今向かっております。もう余裕ぶっこいてますからね、私ね。町の人は平和ボケでそれを知らない最前線兵。いや、なんかね、兵に入ったらいっぱい飯食えるらしいぞとか言って、それで釣られてきてる人。わらわら、どうなんだろう。国民を幸せにするって難しいね。そうですね、結構数作ったんだけどな。日本みたいだな。どうなのよ、人口は100に近づいてる。で、宗教27%。 いや、私まだタバコ加えてません。さっき加えようとしたけど加えてません。スネーク軍が攻撃してきました。来たか、アホどもよ。もうスネーク軍ってのが来るんですよ。あれ、申し訳程度の敵衆。ねえ、弱すぎですよ。タバコ、わらわら。弱いてんじゃねえか、わらわら。いや、すいませんでした。我々の勝利です。勝った勝った。余裕。スネークまだ加えてる。いや、今加えてない。ちょっとなんでだろう。どうやって祝福を高めればいいんだ、わかんないよ。でも結構今ね、 27% までいってんですよね。あ、32%になった。32%、32になったよ。34。教会作ったらもうアンチじゃん、わら。そうですね、アンチなんですよ。一応行っとくか。じゃあお金貯めてやるか。じゃあ作るか、また。オッケー。で、家がもう一段階発展してる。そうね、これ、あ、これ本当だ。もう一個上のレベルになってる。よし、いいぞいいぞ、いいんじゃないか。餌大量、わら。だいぶ食料はあるんですけどね。いい町だな。いや、だいぶいい町になってきましたよ。で、それにしてもあれだな。ねえ、そういうのもあったら面白いかもね。37%。あと何パーセント必要なんだ。あと何パーセントあればいいの、家は。あ、みんな踊っとる踊っとる。決して住みたいとは思わないが良さそうな町だな。そう、スネーク軍、いい国があるらしい。行ってみよう。結果人生 OL、 わら。街整備促進事業ゲームかな。娯楽が池を見ることしかない。そんなもんないよ。これほら、メリーゴーランドみたいなやつもあるよ。どうすりゃいいんだろう。え、何パーセントだったっけ、何パーセントでしたっけ、目標は。ブリーフィング。75。今31。マジか。一人増やして量を拡大しよう。
そうするか。熊の見せ物もあるよ、ここ。これ。こんなの誰も見に行かねえよ。そうね。ちょ、どうすりゃいいんだろう。動物園、わら。わらわら。どうすりゃいいんだ。サンチェ君、わらわら。いや、サンチェ君じゃないけど。サンチェ君連れてこよう。監督やることなくて困っとるん。下の使ったら。了解。じゃあ。敵が襲ってくる近くにクマをいたらどうなるの。わら。わかんないけど。監督的より幸福度にやられる。いや、ほんと秘宝ですよ。ちょっと待てよ。よし、これでなんとかなるでしょう。で、もうこっちの領地も拡大しようか。もうここここ拡大していこう。マップの左側無駄に広いのって拡張するためかな。そういうことなの？いや、私は幸福ですけど、ちょっと待ってくださいよ。じゃあやってみようか。やるだけやってみよう。じゃあ木こり大量生産。よし、木こりを大量に生産しました。これだけ土地があればなんとかなるでしょう。ウサギ&オオカミ矢印、スネーク軍矢印、幸福度の順で悩まされる。生産地、笑わない。いやー、これ大変だ。これ土地が大変だ。で、あと麦畑もう一個作れるようになった。まだか。早くここ耕して。みんな耕さんとこれ作れんよ。これ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 を早く。観測記念公園作るのかな。いや、これ大変だよ。これこれは大変だ。いや、本当にその幸福度を高めるための土地なのかもしれないよ、これ。まあ、ここも安心してもういけるから。もし率なら兵の数減らした方がいいかも。全体を見ることできないの。あ、そういうことか。全体を見れます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。やりたいことがある。麦を大量に生産しよう。もうここも安全なんで、もう敵が来ないんで、一つも。もうここに大量にこれ作って。おし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 。で、もうこれ一応兵作って狼対策しない。ああ、了解。それもしとくね。じゃあ思い切ったな。いや、もう思い切らにはやっていけんよ、これ。これでいい。で、パン屋作ろう。パン屋公明のナメプである。おーし、材木が必要です。マジで材木が足りなくなった。衝撃的。キコリよ、何をしている。早く、お前ら、早くキコリよ、働け。米はない、小麦しかない。これどうなのよ、これ。でもリアルに悩み事は変化するものだ。そうっすね、大変だこれ。で、パンだけとか飽きるだろう。いや、パンだけ大量に増えてますからね、見てください。で、住民をとりあえずもういっぱいいっぱい作ろう。で、酒場作れるの。酒場はね、ここのステージは一応麦もね、あ、じゃあポップをね、ホップか、ホップをね開発したら、一応作れますけどね。よし、これでどうよ。人は増やしましたよ。で、どう？で、人を増やしたから教会を建てて。この町の名前は？この町の名前はドキワク村です。ドキワク村。
鳴らしてるんですけどね、さっきから。鳴れ。沼地の方に1週間新興旅行に行こうって書いてある。なんか沼地の方に1週間新興旅行に行くって言ってる人いますよ。ドキワクランド、ドキワクランドですよ、ドキワク村。あの花向こうにはもったいないと思うけどなーって言ってますね。アキレス村、沼地ってわらわら。沼地、ここのことですからね、沼地。沼地ここでしょ、多分。いや、これどうしよう。全然進まなくなってきた。やばい、膠着状態。しかもね、15に落ちたんですよ。15に落ちちゃったんですよ。15番落ちちゃった。どうしよう。どうすりゃいいんだ。人を増やすと落ちるんだ。あと10分。了解。これ間に合わん。75なんで無理だ。どうすりゃいいのよ、これ。村の名前はロンブータ村にしよう。どうしたらいいんだこれ。ちょっと教会の割合かな。次は期待観察公園作ろう。いや、ちょっと比率か。どうすりゃいいんだ。もう襲われないからキコリ増やそう。了解、キコリ増やす。キコリちょい、あとあれも増やそう。産業、ここ設置できないのかな。ちょ待てよ。子供を増やすって感じじゃないかな。なるほどね。あれ、これ設置できないのかな。設置できないっぽいね。ここに設置できたらいいんだけどな。石無理か。了解。ん、今一瞬だけ出なかった。今出なかったか。あ、出た。 OK。 で、兵士出てこない。しょそこには配置できませんか。ネタバレしてほしい。これこの状況はちょっときつい。平和すぎてこのゲーム本来の目的が薄れ始めてる。まあそれは事実あるかもしれない。どうすればいいんだ。じゃあどうすればいいのこれ。この状況都市として発展するのは嬉しいんですけど、いつあれができるんですか。私の目標は 33%、 34% 増えてる。人口増やして教会5、6個いるみたい。なるほどね。人口増やして教会5、6個いる。 1,2,3,4 今4つだ。あともう1個必要ってことね。了解。で、これだいぶ増やしたけどな。増えてる。一応増えてる。今 34%。 遠くの村でスネーク兵の一団がこちらへ向かっているのが目撃されました。もうそいつらいいから。そいつら正直興味ないから全然。わらわら、もう興味ないんだよねそいつら正直。で、木こりを増やしまくろう。教会に桁作ろう。申し訳程度きた。わらわら。よし、こんだけ作りゃいいだろ。よし、もう木こり村ができました、ここに。で、教会作ろう。教会作る。木こり村ってわらわら、もう攻められるより攻める立場になった。いや、ほんとそれですよ。これだけ広かったらね、もう十分でしょう。延長しないといけないな。間に合わないよな、これ多分。
スネーク軍が攻撃してきました。ちょっと、境界じゃないわ、延長します。延長。監督はコテイン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 、学級閉鎖になりました。あ、本当に30分延長しました。ということで、監督、ワコティンティンティン、学級閉鎖になりましたということで、ミムさんいらっしゃいませ。延長するのありがとうございます。ちょっつの方ありがとうございます。延長するの方ありがとうございます。もうこれ見なくていいっすよね、こんなの。これ見なくて大丈夫これ見なくていいよね、全然。延長するの方ありがとうございます。一応見とくね、一応見とこ。我々の勝利です。はい、終わった。よし、行こう。やばい、やばい、見てこれ。人が人がやばいことになってる。ちょっと待てよ、人もやばいことになってる。コミ畑、いや、もう大量にありすぎて困ってる、これ。よし、もうこんだけ作ったらいいだろ。スネーク兵がかわいそうになってくる。働かないと結婚できない、つまり祝福増えないんじゃない。そうそう、多分ね、多分ね、仕事に就かせないといけないんだなって私も思ったんで、ちょっと今ね、一生懸命仕事を与えてるんですよ。インフル流行ってるみたいですね。お前ら、いや、兵士はね、増やしてもね、祝福率が上がらないんですよ、多分。なので、私はここにね、木こり村を作ります。俺たち大量発生、わらわら自然破壊、わら。よし、いいぞいいぞ、働け働け。よしよしよし、いい感じいい感じ。もうほとんどのね、あの家が、あの大きくなりました。こっちはまだみたいね。予作村、わーい仲間だ、わた牧場も業界作ろう。あ、そう、牧場も作ろう、牧場も作ろう。牧場もう作れないけどね、どうしようもうここら辺に作るか、牧場大量に。いや、ちょっとまだ全然開けてないからね、ここら辺に作れないんだよね、牧場ね。今何パーセント？雑になってくる監督、34%。いや、だいぶ増やしたからね、人。まだ？ちょっとこれ違うもんも作るか。孔明の投げやりプレイ、和骨です。はい、和骨ですということで、あれ、あら、映らなくなっちゃった。ドキワッ公演お願いします。わかりました、ちょっと待ってくださいね。教会増やさなきゃじゃね。教会ね、壊しちゃうよちょっと待ってね、ちょっと待ってね、皆さんのコメントが止まってるから、ちょっと待ってね。あー、うっそ、ネット回線が切れちゃった、しょうがない。まあ、とりあえずじゃあ行きましょう。これ見て、このホップホップがあったらけこれ木がやばいぐらい増えてる。で、もう壁ここ壊そうか。ここ壊して行っても多分大丈夫だと思うんだけどな。まあでも、もしかしたらこっちから攻撃されるかもしれないんで。ラスアスはね、してない、ちょっとね、最近は。ちょっとね、もうすぐね、ダウンロードコンテンツ発売されそうなんで、ね、そうっすね、これはちょっとまずいな、ほんとに。やばい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 、めっちゃ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 パンがパンがあふれかえっとる。あかんあかん、パンがあふれかえり始めた、これはあかん。もう出現場所に城建てよ。ちょ待てよ、出現場所には城建てれないのよ、それなんだけど。ちょ待てよ、大名行列みたいになっとる、わら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 。パン価格暴落、
や、パンが大量にある。パンが大量にある。ちょ、お前ら、発生しそう。お前ら食え。牛にやれよ、わらわら。お前ら食え。お前ら食え。早く。ねえ、どうしようこれ。こんなに増えると思ってなかった。ちょっと待ってよ。瞬間に家成長、わら。家がね、もう成長していってますからね、瞬間的に。増やせば。よし。え、木こりをもっと増やせ。オッケー、じゃあ木こり増やそう。今何パーセント？え、25%。落ちてる落ちてる落ちてる。なんでなんでなんで落ちた。謎が謎を呼ぶ。何このバブル。ちょ、ちょ、待って待って、なんで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 よ。もう一個立てる。じゃあ2と1は金鳴らしたら上がるの。いや、わからん。理由がわからん。どういう構成になっとんかわからん。よし、これでいいか。オッケー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 。了解。頑張ってる頑張ってる。金鳴ってない気がする。金鳴らせるんだよ自分で。金鳴らしまくろじゃん。金鳴らしたらいいんじゃないの。そんな理由で増えるかな。いろいろと歪んでいるんだろうな。ちょ待って、なんでなんだろう。ちょ、全然増えない。教会ももうめちゃくちゃあるよ実際のところ。どうすりゃいいの。ちょっと、売って木材売ってお金稼ごう。いや、もうね、もう、まあお金は稼げるけど、ちょっと待って、ね、今何パー？今ね、ちょっと待ってね、見ようじゃ。今21%。落ちてる落ちてる、大量に落ちてる。どうすりゃいいねんこれ。これ人増やしても意味ないじゃんこれ。オッケー。お金は大量に手に入った。で、人口は？人口。25と21なら21の方が多いよ多分。いや21の方が少ないよ。何言ってんだ。ちょ、もう。ゴールドがなくなりそうです。うるさい。黙れ。教会増やしまくって。もっと教会増やしまくるの？了解。ちょっと待てよ。教会教会教会、教会。わらわら。オッケー。お金、金ならあるぞ。なんとかなるぞ。よし。もうなんか宗教国家になってきてますけど、いいんですかこれで。私の知ってる感じのあれじゃなくなってきたな。だんだん宗教国家設立になってますけど、いいんですかこれ。わらわら。あれ、これでいいのかな、ほんと。わら、宗教の街、わらわら。ちょ、宗教の街になってきてるけど、大丈夫かな。いいんですか。いや、わからない。でも、とりあえず、立てまくりましたよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個作りましたよ。一家に一軒の教会、わらわら。いいんです。第6サティアン、わらわら。いや、相当な宗教国家が作られてますけどね。フォルキも一瞬でなくなっていきおる。すごい、この力。ゲーム性が変わるとは思ってなかった。金鳴らして様子見よう。了解。これで増えたらいいけどね、実際。もう鳴らしまくっとるよさっきから。違うとこの教会も鳴らしてみたら。鳴らしてる鳴らしてる。最低だなこれ、わらわら。これどうすりゃいいんだこれ。火の見油の鐘みたい、わら。ちょっとこれ全然、これで増えてなかったらもう私怒りますよ。43来た。これ鳴らしまくっときゃいける。関係ない関係ない。43%までいった。いける。前回はホリデー、今回はマチデー、わらわら。おお、40代、わら。一大国家だな。おお。いや、もう一大国家ですよこれ。これ
これ違うゲームになっとるよ、完璧に。今放送来てる人とか。何パー？51パーいった。オーケーオーケー、これ鳴らし続けたらいけるんちゃう、これ。これ鳴らすのが大事なんだ、多分。多分鳴らしてなかったからだ、これ。なれなれなれ。鳴らす。鳴らぬなら鳴らしてみせよう、教会の鐘という感じでしょうかね。ちょっと待てよ、マジでか。ラスボスはウサギ。これでどう？何パーセント？あれ52%から増えんくなった。あ、54%。増えてる増えてる。住民、最近騒音がすごいダブル。これ。これで。いやもう鼻ほじっててもいいですよ。全然もう構いません。弓さえ振ってくれりゃいいんです。56%なった。これが必要なのか。マジか。布教活動ですよ。私も嫌ですよこんなの。遠くの村でスネーク兵の一団がこちらへ向かっているのが。57%までいった。オッケー。あ、56。55%。いや嘘だ。本当にこういうゲームなの？違う気がするけどな。わあ、もうみんなここで遊んでますよ、アホみたいに。でちょっとお前ら祝福しろ、祝福させろ。ちょっと頼むから祝福させてくれ。監督金うるさいよ、わらわら。おらこんな村嫌だ。57%から増えなくなっちゃった。しょうがないな。一大宗教国家成果計画。スネーク軍が攻撃してきました。あ、これでいいのかな。申し訳程度来てるよ。見ます、また。まあ、久々に見てみようか。久々に見てやろう。一瞬で終わりますからね。そろそろ終わりますよ、多分。ぐさぐさ。我々の勝利です。はい、ありがとう。どうすりゃいいんだろう、これ。宗教。全然増えん。なんで。はい、もうどうすりゃいいのこれ。10人よ、10人いるのに 53%。 解雇したらいいのかな。キコリ増やそう。レンタゲー。キコリ増やす。じゃあまあキコリ増やそうか。じゃあ業界あと2万件くらい立てよう。了解。ちょっと待って。兵減らせば。あ、兵を減らすっていう方法もあるのかな。減らさないと。よし、もう こいつらの方が強いんじゃない。ちょっとあのスネーク兵よりも。これにニート増える。ん、あ、そうなんよね。兵士をね、あの解雇したらニートが増えちゃうんですよ。見てこれ。これ見て、出稼ぎ、出稼ぎのご一行、出稼ぎのご一行が出発されておりますけど。頼むから木を売りたい。オッケー。どう？やっぱね、いや人増やしてもね減るね、ちょっと減るね。なんでなんだろう。
624わらわらこれ以上拡大できるの？できますよ。こっちに山ほど土地あるんだよ。こんだけ土地あるんだよ。ポインターで示されてもどこかわかんないよ。わらわら山ほどあるんでね、これ土地が。土地は山ほどあるんで、木こり村は作ることは可能なんですよ。不幸せなやつをポアで、わら。いやほんとそれ、祝福されてないやつは全員ポアさせたいんだけどね。どうすればいいんだろう。これどうせ本当にどうすればいいか分かんなくなってきた。ちょっとパー 50% で安定してますね。分からん。どうすりゃいいんだ。かけないね。了解。ゲームで祝福について考える。わら、いろいろ作ってみました。もう訳がわからんこのゲーム。どうよ、こんだけいろいろ作ったらみんな盛り上がってくれるんじゃないの。でも案外このゲーム深いかも。わらわら、これでいいかな。いや多分ね、このね、祝福バロメーターがある面はめんどくさいね。ちょ待てよ、どう、これはもう徹夜かもしれんね。いやそれは無理、明日本当に仕事があるんだよ。ちょ待ってね、どうすりゃいいのこれ。どうすよ。祝福は時間が経つにつれて効果が薄れるので、一定以上の割合を保つためには要員数の拡大に応じてこれら施設の数を増やす必要。増やしてる増やしてる。ただいまハーフパイプ準決勝があるみたい。仕事と私たちリスナーのどちらが大事なの。仕事、余裕で仕事、それは絶対仕事それは絶対仕事です。放送できるのもその仕事のおかげなんだな。マジか、増やした方がいいの。そんなわけないだろう。了解。ミスっちゃった。もういらないんじゃない、これ。もうここいらないんじゃない、これ。もう壁いらない。わら。もう壁いらないよ、これ。もうコーヒー飲みすぎて眠くない。わらわら。で。わらわら。どうしよう、これ。私たちとは遊びだったの。その胸もいらない。61になった、61になった。61% になった。61% になったよ。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。おお、60代60代、壁壊そう。オッケー。いやこっちの壁を壊したらね、めんどくさいことになるんですよ。なくなったら間抜けな街にならん。教会村作ろう。教会村ですよこれ。どうなのこれ。わら、内側の壁壊そう。62%、63%。宗教名は監督教です。監督教。あれマジか。城も教会にしてしまえ。わら、すでに教会村か。わら、もう教はどうやって降りるんや。え、どこ、これ。あ、降りれなくなっちゃった。やばいやばい、ちょ待てよ。監督教、わらわら。あ、降りれなくなっちゃったこの人たち。申し訳ない。よし、これでいい。で、一応降りれるようにしといてあげよう。オッケー。よし、これで降りれるね。
よし、これで大丈夫だろ。資材置き場が資材置き場がえらいことになっとる。監督長は毎日必ずクトの放送を見なくてはならない。マジか、これやばい。これ兵がちょっと待って、えらいことになっとる。ちょっと待ってよ。武器置き場、武器置き場撃っちゃえ。やめろ宗教、わらわら。よし、そこには配置できませんか。うるさい、黙れ。よし、武器庫も完璧。これでいいんじゃない？監督に今年京都を幸せにできない。63%。わら、2階建てできないの？できない、できない。できるのかな？発展しないと多分できない。できるとしても。今 65%。あと 10%、あと 10%。放送時間大丈夫？てかもう2時超えた？今何時？今何時？わかんない。わかんない。今何時？15分。あと15分。OK。あと15分で成功させてみせる。あと15分。了解。1245、5時、12時45分。オッケー、売ろう。売りまくろう。ミニ施設建てまくろう。期待しております。了解。頑張ります。オッケー。もう施設建てまくる。いや、施設よりね、多分教会だ、これ。教会、あとは教会。教会どこ。教会、乙女の教会と金レンタ。よし、オッケー。これで大丈夫だろう。これで行ったんじゃないかな。ゲーマー魂を見せてください。了解。そうね、大体ね。そうね、大体ね。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。 57% まだ落ちちゃったけどね。多分このこれがね、また効いてくるから。で、こいつらもっと耕せよ。もっと行こう、もっと行こう。もっと行こうよ。リスナーが変わらない画面を見続けるよ。これをすでに上がったら見返すわ。これどうよ。配置できませんか。まだいけるだろう。人民よ、大将いだけ。よし、氷村最強伝説ですからね。多すぎ。よし、木こり村のおかげでね、この町がどんどん発展していきますよ。ゲーム内容は変貌したけど面白い。ねえ、これはこれで面白いけどね。あれ、これどうしよう。あ、やばい、なんかパン、このステージにこんな時間かかるとは。パンが減ってる、パンが減ってる。パンが減っとる。パンが大量に減っていきよる。やばい、これはまずい。これはまずいぞ。パンが大量に。ちょ待て。えらいこっちゃ。パンが減っとる。パン、わら。まずい、わらわら。パン買うんだ。バブル弾けた。資金発生。ゴールドが足りません。よし、オッケーオッケー。で、やばい、これはちょっとやばい。やばい。畑を作ろう。畑。面白そう。ちょっと待って。畑の村で最低の一団がこちらに向かっているのが目撃されました。畑がまずい。ちょっと待てよ。治安発生。ポッパもう消すい。場所がない。わらわら。スネーク軍、小屋内部崩壊か。やばい。畑がまずい。パンか、わらわら。牧場増やそう。密集しすぎて怖い、わら。ポップ消せ。ポップ消せ。お前には消えてもらう。畑。よしよしよし。オッケー。よかった。これでなんとかなるだろう。
スネーク軍が攻撃してきました。スネーク軍、生存確認に来ました。ああ、まあ、スネーク軍は大丈夫。こいつら相手にしてないから。まったく映んない、わらわら。酪農乱立しよう。自殺願望者、わら。見てやりなさい。オッケーオッケー。ここに、生産食用があるらしいよ。減った？え？減ってない減ってない。余裕余裕。あ、ちょっと攻めてきとる。我々の勝利です。まあでも大丈夫。兵士は減ってないような気がします。大丈夫大丈夫。向こうのね、兵士が攻撃する前にこっちが倒すから。そうっすね。もう完全そうっすね。60%。今60%。やばい。全然いかない。全然増えない。急に増えなくなっちゃった。食料減ってない？食料減ってるかもしれない。ちょっと待ってな。え、大丈夫。食料はいっぱいある。兵士前に移して施設立てまくろう。パン屋作るか、じゃあ。でもパン屋これはもうやり直しかもしれんね。これ、ちょ待って、マジか。ちょ待ってよ、宗教。 62%63%、62%、はあ、マジか。こんなに大変なのね、これ。ここまで来てやり直し？いや、なしなしなし。それはなし。ちょっとやばい、急がねえけん。伸びないな。やり直しは泣ける。62%。やばいなぁ。どうすりゃいいんだろう。どうすりゃいいんだろう。どうすりゃいい？了解。じゃあ5分。了解。石壁は減らさん。石壁は減らさん。さすがに。食料はいける。食料はいける。いけとる。で、じゃあ、あとは、売ろう。まずミートなくさないと。いや、ニートね、なくせれないと思う、多分。この街が良すぎて、みんながね、大量に来るんですよ。マジか。ちょ待ってよ。オッケーオッケー、バランスはこれでいい。で、どうすりゃいいんだこれ。場所がないのよ、もう。ん？いや、ちょっと待ってね。もう場所がないのよね。食料600から減ってない？食料今？592、590。減ってる減ってる。減ってるけど、多分ね、すぐ増えるのよ、また。こういう感じで。ちょっとずつ減ってるね。ちょっとずつだけど。目標10人50人とは何だったのか。木こり村を境界で囲もう。これもう大変だ。カリウドで食料を。オッケー、もうパン屋作った。で、もうパン屋作ろう。パン屋大量発生計画。よし、これでこれでなんとかなるだろう。で、今何パー？あ、ハゲ監督だ。65%までいった。65%までいった。ちょ待てよ。で、ちょ待てよ。あと何をすりゃいいんだ俺は。ちょ待て、どうすりゃいいんだ。わからん。あと宗教は 65%。 パン屋で増えたね。教会増築する。もう無理やり。ちょ待ってね。あ、本当ですか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あと6分。 OK、 行きましたよ、宗教。もう宗教村行け。エイジオブエンパイアなんかもいいのに。
エイジオブエンパイアよりね、ストロングホールドの方が私には合ってます。うん、おし、行け、慣れ慣れ、どんどん慣れ。75よね、行こう、行け行け。これがね、意味のある行為なのかもよくわからないままやっておりますけどね、どうなんでしょうね。延長しないといけないかな。あと何分、あと何分、あと何分だ。よし、ちょっと見てみよう。恐怖 55%、 恐怖 55%。 ちょっと待って、ちょっと待って、減った減った減った、どうしてどうしてどうして、30分延長しました。どうして減った、気のせい、怖そう。どうして壊れた、どうして減った、どうして減った、 50% まで減っている。感情のありがとうございます。わらわら、あー、監督最近冷たいな。ちょっと違うの違うの、あの、あ、ちょっと待って、しんどい、これしんどい。もう皆さん、あの突然放送に来て言うのもいいんですけど、しんどいんです相当これクリアできない。兵士減らそうかも。兵士減らすか。兵士は多分ね、この仕事はお休みだな、わらわら。マジか、わらわら。兵士減らしてみる。運はいいから増やせるだけ増やした方がとか、タッカのためにバランスが取れないのかな。兵士を減らす、幸福にならない市民たち、各家国を持て余す。いや、これでいけるはずなんだけどな。なんでなんだろう。これ夕方の方には回せないよ。見てるのも変化なさすぎて辛い。いや、まあ皆さんそういうのは勝手です。うん。しかし私はやります。うん、壁を壊す。了解。すいません。そのね、なんていうんですかね。まあいろんなゲームをねやっていきたいっていうのがまずあるんで、その。絵が辛いとか言うんだったらそれは仕方ないと思うんだね。あー、もうやれるだけやってみるか。オッケー、だいぶ壊しましたよ。これでいいはずです。真ん中のこれ、これ意味ある？減らしてもこれないと思うんだよな、もうオッケー、でこれでいいんだよね。で、監督おいっすということで、いらっしゃいませ。ちょっとね、すいません、今ね、皆さんのコメントが見れるやつが、ちょっとインターネットのやつの接続が終わっちゃったんで、今 61%、 60%、 60% まで来たよ。どうするのがベストなのかが分からん。ちょっとパン屋作ろう、パン屋、パン屋。さっきこのパン屋を作ったら急に良くなったんで、パン屋を作ろう。貯蔵場がいっぱいですか、また。パン屋に頼ろう。よし、パン屋大量作成。パン屋作ってさっき急にねパーセンテージが上がったんですよ。70%いった、 70% いったよ。パン屋ですよ、パン屋でした。72、73、70、73%、74%、74%、あと1%、あと1%、73、72、落ちていく、落ちていく、73、74、73、あともうちょっと、75%になればクリア。オーケー、教会足り、行く？もう一個、じゃあ、教会どこの方が？ちょっと待って。貯蔵場がいっぱいですか？うるせえ、黙れ。食料分配増やせる？お前分かってねえんだよ、お前は。よし、これでどうだ、行ったか。置く場所がわらわら。え、もう食料これこっちにもあるもん、だってこっちにもあるじゃん。
なんでこの人たち置けないとか言ってるのかよくわからん。雑な都市設計だな。いやもうしょうがない。鳴らす？木材はもう十分あるよ。だってほら、あ、これか、貯蔵置き場か。オッケー、これだけ置けば大丈夫だろ。売れば大丈夫。で、どうなのよ。行ったんじゃない？そろそろ。見てみようか、宗教。72%。もうちょっと。頼む、来てくれ。しんどすぎる。70%、落ちてる。71%。金ならそう。金ならす？もう少し。オッケー。これ金。すごいな。いや、パン屋大量に作ってますからね。ちょ待てよ。で、どう？鳴らしてるよ。門消して建物を。落ちた。はい、かか。なぜ落ちた？ちょ待て。行くぞ。落ちたよ。パーセンテージ落ちたよ。ちょっと、どういうこと？ちょっと。この機会を逃してはいけない。わら、職業分配って可能なの？宗教に飽きたんだよ。わらわら。やばい。宗教に飽きちゃダメだ。異教徒をやってまおう。よし、もうここも消そう。もう消しまくろ。これ消すじゃん、これ。交通の便だ、多分。ちょ待てよ。階段。オッケー。で、何パー今？67。落ちてきた。えらいこっちゃ。遠くの村でスネーク兵の一団がこちらへ向かっているのが。はいはい、わかった。了解。いいよいいよ。来て。来ていいよ。孔明横のマップはまだお前には荷が重い。宗教に鬱を抜かしてる間に敵来いよ。よしよしよし。崖に階段作れないの？崖には階段作れない。生存確認来た。我が軍はね、開かれた町ですからね。我が町は開かれた町です。どなたが来ても歓迎ですよ。よし、いいぞ。いける。最後の力を振り絞って。オッケー。いらっしゃい。よしよし、これでいいだろ。で、もう城壁は全てなくしました。木こりがすごい。見てこれ。こんなに平地を増やしてくれた。嬉しい。ありがとう。66%、落ちてきてる。わらわら、スネーク軍が攻撃してきました。宗教。わらわら、宗教を立てまくろ。いや、こんだけね、神のご加護があるね、町をね、攻撃するやつらはね、うさんくさいやつらですよ。見てます。わらわら、これは環境問題ですわ。また教会、わらわら、小麦パン屋教会。わらわら、事前相談隊必要だな。お、なかなか攻めてきとる。なかなか近づいてきとる。我々の勝利です。勝った。よし、危なかった。防衛ライン超えるとこだった。よしで、スネークからのメッセージです。来た、お前のせいで。来た。私の計画はめちゃくちゃだ。クリア来た。どうしてくれる。今回の鉄根性あったな。 73% ってことは多分75一回行ったんじゃない。お、わらわら、来た、勝利。来た、これ。よっしゃ、すげえでかくなってる。わらわら、ビクトリー。やりました。クリアしました。やりました。パチ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 、やりました。ありがとうございます。皆さんの拍手ありがとうございます。やっと終わりました。よかった。よかった。じゃあ次のマップだけ見ていこう。ありがとうございます。長時間お疲れ様。はい、ありがとうございます。うちの人民はあなたがスネーク軍の攻撃に耐え、ありがとうございます。なんだこれ。歓声と支持の声を上げました。次回の下見で、この軍は我々の領地となったのです。おお、一体なんと戦ってたんだ。宗教。パチパチ、うるさい、黙れ、今日の勝利。ああ、疲れた。
また行くの？攻めるね。教会と木こりばかりですが。ウルサック教は多忙、ロンガーム教は任務を帯びて他国を訪問中です。新たな命令を受け取れるままあなたは前進を。全然攻められてませんでした。気候の兵は役に立たぬ。まだまだクリアは先だね。ラットを援護するのではなかったのか。俺のせいじゃない。ランクインの方させていただきありがとうございました。明日だけだ。ご飯にする。悪いのはラットの好きだ。いや疲れた。でもよかった、クリアしてましたね。黙れ。今すぐラットの領地を奪還するのだ。さもなくばお前もただではすまんぞ。ウルフの過去は謎に包まれ、分かっていることも噂話や憶測を継ぎ合わせたものに過ぎません。そしてウルフの両親はウルフが18歳の誕生日を迎えた直後に相次いで病死したと言われています。どういうことだこれ。怪しいな。なんか理由がありそうですね。スネークの領内に進軍し、スネーク軍から自軍を守ってください。この軍はウルフの軍と隣接しており、なるほど、ウルフの進軍が予想されます。常に注意を怠らないでください。なんか怖いミッションですね。まあとりあえず次のマップだけ見てみましょう。砦を配置して城の位置をお決めください。めっちゃ広いんちゃうこれ。めっちゃ広い。うわー、広い広い広い広すぎる。ちょっと待って、広ここだな。もう作るとしたら広。わらわら、平和ボケになってる。で、こっから敵が来るみたいですね。ひろ、わらわら。よし、まあ今日はここまでにしましょう。まあ、毎年できるね、嫌い。絶対嫌だよ、もう。これは4時間オーバーしたこれ。疲れた。囲まれたらやばいわ、わら。いや、やばいっすね、これ。大変っすわ。よし。よし、じゃあ最後、橋とかあんの？いや、橋もね、多分作れると思うよ。多分この面はね。ちょっと待ってね。これだ。これは長時間は不確定。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。そうですよ、じゃあ反省会な。いや反省会もしましたよ。本当にお疲れ様でした。今日なんか反省必要？私ね、一応明日の予定になってるんですけど、明日ちょっとどうしよう、ジュラシックパークやろうか。ちょっと疲れた。なのでちょっと明日はさすがに違うゲームやりたいんで、ジュラシックパークやります。木こりになりたい。木こりになりたかった。まあというわけで今日はここら辺で終わりにしましょう。明日、ジュラシックパークで悲鳴を。明日はねちょっと一応ストロングホールド、少ない。でもやりたいっちゃやりたいんですけどね。楽しみ。今日のテーマ、テンション上げ上げ派できましたか。いやまあ今日のメタルギアソリッドワークはできたと思うんですけど、こちらのストロングホールドはねテンション上げ上げではできなかったかもしれませんね。まあできたらいいですね。まだちょっと何とも言えないんで、夜の予定とかいろいろあるんでね。まあとりあえず今日を、こちらクリアしたんで、次回は、何でしたっけ、初めての傷っていうね、クエストの方を次ね行きたい、やっていきたいと思います。あ、本当ですか、よかったです。まあ今日ねちょっともしかしたら途中ぐらいからね、新しく初見の方ね来たかもしれません。しかしですね、そうなんですよね、本当は土日がいいんですけど、明日入れるとしたらジュラシックパーク以外ゲームが、今やりたいゲームがねないんで、なのでジュラシックパークにしようかなと思います。というわけで、皆さん今日はいかがだったでしょうか。ゲーマーチャンクルドキドキワクワクランラン放送局、ちょっとね初見の方途中から、来てたかもしれないんですけど、ちょっとね途中からコメントビューアーの方が止まってしまったんですいませんでした。なのでね、明日、なので、まあもしよろしければね、また、こちらの放送枠の方にお越しいただけるとありがたいです。はい、というわけで皆さん、お疲れ様でした。相当疲れました。まあまたね今日はオリンピックの方で、ハーフパイプの決勝があったりとかするそうなので、そちら見る方はね、見に行ってください。お疲れ様でした。いやありがとうございます。というわけで皆さん、今日は本当にありがとうございました。またはね他のゲームもやっていこうと思いますんで、そちらの枠で皆さんとまたねゲームの方を楽しめると、嬉しいです。では皆さんお疲れ様でした。また会いましょう。さよなら。また夕方のし
ツン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 。